はい、こんにちは。今日はですね、ザクティ社祭の動画を撮ろうと思ったんですけど、やっぱりですね、微妙に車のフレームに引っかかってですね、どうしても真正面捉えられない状況です。ですのですみません、ちょっとだけですね、タコメーター見ながらちょっと簡単にインプレッサーの嫌いなところと好きなところをちょっと説明してみたいと思います。すみません。ですね、まずインプレッサーの嫌いなところ、マニュアルに関わらずですね、燃費の方がリッター5ですね、5いかないですね。で、次に、フロントのスポイラーがですね邪魔で、こういうちょっと坂道ですね、見えないんですけれども、すいません、坂道で、徐行もしくは一旦停止しないと下ゴリッと吸ってしまいます。で、あとは嫌いなところというとですね、新車で買った時ポテンツァ履いているんですけれども、ポテンツァがねですね、1万キロ持たないです。で、17インチですね、新型でしたら18インチですよね18インチ、扁平40か45、私の乗っている WRX は17インチの扁平45で、205ですかね。で、1本大体ポテンツァだったら3万円しますんで、でもしもポテンツァですね、履き替えようと思ったら、そうですね、タイヤだけで12万円ですね。ですので、タイヤですよね、まずもし買ったらタイヤの減りにびっくりすると思うんですけれども、あとはそうですね、オイル交換は半年に一度、必要になりますので、メンテナンス費ですね、かかる部分ちょっと嫌いですね。それとあとはまあスペース、車のスペース的には特に不満ありませんし、そうですね、嫌いなところといえばそんなところですかね。で、インプレッサーの気に入っているところは、今ご覧いただいているようにタコメーターがちょうどど真ん中にありまして、でおまわりさんいるとですね、ちょっとまずいんですが、運転しやすいです。で、もう一つ嫌いな点ありました。ですね、おまわりさんによく目をつけられるというところですかね。阪神高速湾岸線天保山ジャンクションを登って、で、環状線向いて走っているとですね、後ろからベタ付けするベンツがおりまして、でうっとうしいベンツやなと思っとったんです。左側走っとったんですけれども、うっとうしいベンツやなと思っとったら、右側からですね、マツダのなんかちょっとハッチバックのどういう名前か忘れたんですけれども、ハッチバックの赤の車がビュンって抜かしていったら、それめがけてうーって言って、そうですね、私がケツベタされたら飛ばすのを戻ったんでしょうね、飛ばしたら捕まえたらを戻ったんでしょうけど、インプレッサーだとそういう目に遭う可能性が結構あります。で、あとそうですね、嫌いなところはそんな部分です。で、好きなところはタコメーターが真ん中にあって運転しやすいで、あとはそうですね、小学生に人気があるんですね。小学生がインプレッサー言って追いかけてくるんですね。で、それとあとはそうですね、他の車から、嫌がらせされるということのところもないですし、あとそうですね、高速道路の巡航が楽ですよね。そんなところです。タコメーターばっかり見てもらって本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと上の方があって
で、そうですね、あと嫌いなところというか、まあ、面倒くさいんですけれども、マニュアルの欠点ですよね、渋滞がしんどいというところですね。渋滞は仕方がないといたしまして、まあ、そうですね、全体的には私としては好きですよね。で、ちょっと上の方を向けてみますね。どうしてもですね、こんな感じでフレームが邪魔してしまうんですよ。なのでこういう感じで見ていただいているんですけれども、どうでしょう、ブレてますかね。やはりザグティ高さがありますんで、どうしても一般のビデオカメラと比べるとですね、まあ、台形になっているボディに対して、カメラの、そうですね、鋭角直角にするとフレームに隠れてしまうというところになってしまいます。あとはそうですね、特にないですね。何かインプレッサーで、こんなこと聞きたいとかございましたら、コメントの方をいただけましたらお返事させていただきたいと思います。で、こちらの今 見ていただいているのはハッチバックになる前のセダンタイプのインプレッサーですね、 WRX です。では今日は簡単なんですけれども、この辺で失礼させていただきたいと思います。